こんにちは、ワインブックスのまべです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はワインブックスのおすすめワインの紹介です。なお、ワインブックスは僕が運営するワインの通販サイトのことです。ワインが好きな人であれば楽しめるサイトだと思いますので、ぜひ覗いてみてください。今回おすすめするワインはスペインの海のワイン、リアスバイシャスです。少し前にリアスバイシャスのワインをテーマにあげましたが、そちらの際に興味が湧いた方はぜひご参考ください。海のワインというくらいですから、飲み口は爽やかで、かつ魚介類に合わせたら右に出るものがいないくらいのワインを想像しますよね。まさにそのようなワインです。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。今回はリアスバイシャスの2017年、ジャストビーというワイナリーです。それではラベルを観察してみましょう。前回の動画ではリアスバイシャスは早くから国際市場に目を向けて、そして成功した地域だというふうにご紹介しましたが、それがこのラベルにもよく表れています。地元のスペイン語ではなくて英語でラベル表記をするくらいですから、いかに国際市場向けなのかということがわかりますね。金色をあしらっていて個性的なデザインで、一度見たら忘れないようなラベルですね。なお、ジャストビーワイナリーのジャストビーはジャストザベストの意味で、これが最高のワインなんだという意味です。もちろんこれは大変な意気込みを感じますが、一方で他のワイナリーを検討してみると、全てのワイナリーが自分たちの作るワインが最高なんだというふうに思っていますので、これは適宜ご判断ください。ラベルの下の方に独特のフォントでリアスバイシャスの表記がありますが、これが DO 名です。フランスの AOC に該当するのはスペインでは DO なので、このリアスバイシャスがワイン名ということになります。おさらいになりますが、リアスバイシャスはスペインの北部ポルトガルとの国境近くのガリシア州のワインです。実際には細かくて様々なタイプがありますが、ほとんど全てのワインはアルバリーニョというブドウを使った辛口タイプの白ワインです。またこのワインもラベルの上部にはアルバリーニョというふうに記載がありますが、この記載は 100% アルバリーニョというブドウを使っているんだよという意味になります。ジャストビーは生産形態はドメーヌですので、ブドウ栽培からワイン作りまでを一貫して行う生産者になっています。所有している畑は5ヘクタールとさほど大きくはありませんが、リアスバイシャスの名城市であるバルドサルネスにあって、海沿いのエリアらしいリアスバイシャスらしい味わいを楽しめます。それもそのはず、ジャストビーワイナリーは海沿いのビーチと海と、それから海に注ぐ川があって、まさに海の風味の染みついたワインといえます。地図を見ただけでもここではうまいシーフードが食べれるだろうというふうに想像がつきますね。こういうところで作るワインがシーフードに合わないはずがありません。それでは本当にざっくりとテイスティングをしてみましょう。こういう外観は緑がかったイエローというふうに表現します。麦わら色のようにも見えますけれども、テイスティングからするとこの緑の色調がポイントになっています。透明感があってとても清潔で安定感のある美しい色調です。香りが非常に特徴的で、青りんごだったり柑橘系のフルーツ、それに加えて非常に強いミネラルの印象を感じます。このワインは海沿いのエリアだから海風の潮がワインに影響を与えているんだというほど簡単ではありませんが、それを思わせるような香りです。味わいは口に含んだ瞬間に広がるのは果実味ですが、それを押し上げるようにして酸味が広がっていきます。ただし味わいの後半には心地よい苦味が感じられ、これが果実やミネラルの印象と合わさって余韻になります。これはもう海のワインですね。ではジャストビーのリアスバイシャスのワインを楽しむにはどのように飲めばいいのでしょうか。ここで衝撃なんですけれども、 Google Earth でジャストビーワイナリーの近くを見てみるとこのようになります。白い砂浜と青い空、ヤシの木が海岸線沿いに植えてあって、まさにリゾート感満載です。こんなところでシーフードを食べたらそりゃうまいに決まってるだろうというふうな感じですが、そんな地元の人に愛されるワインでもあるのです。冷蔵庫に半日ほど置いて6度から8度くらいにキリッと冷やして、晴れた日のランチタイムにリラックスした気分でいただいてみてはいかがでしょうか。アサリやハマグリを白ワインで蒸して少しハーブを散らしたようなお料理はまさに最高の組み合わせです。ひょっとしたら地元の漁師さんが持ち寄った魚をグリルにしてガブリと食べるようなお料理に合わせている白ワインかもしれません。そんなところを想像しながらいただいてみてはいかがでしょうか。このワインは海風を感じるようなミネラルの風味の強い白ワインです。アルバリーニョという品種はワインファンであったとしても飲んだことがない人は多いかもしれません。アルバリーニョはこの地方独特の品種で、1980年代にスペインの国家体制が変わり、急速に国際市場に出ていく中でこれしかないというふうに生産者が定めて作り続けたワインでもあるのです。できればそんな意気込みもぜひ味わってみてください。下の概要欄にリンクを貼っておきますので、興味がある方は覗いてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。